松笠、松笠、松笠とは、松、松か松属の果実のようなもの、笠かあるいは旧かのことである。松笠、松笠、松笠とも書き、松笠はチチリ、七里、七輪とも訓読する。松ボクリ、り、松ボクリとも言う。これは、松陰の、松ふぐりが添加した語である。松ボクリは、晩秋、植物に分類される季語となっている。 英語のパイナップル、パイナップルは、本来は松の果実という名前の通り松笠のことであったが、後に松笠に似た別の果物、すなわち現在のパイナップルを指すようになったの場合のアップルはリンゴではなく単に果実を意味する。赤松や黒松の種子は目花を構成する輪ペンの裏面につく。この輪ペンは主軸に螺旋状につき、 全体としては卵形、あるいは卵状大円形の塊になる。その外面は臨偏の先端の広がった部分によって覆われ、種子の位置する臨偏の隙間は臨偏先端が膨らんで互いに密着することで、その内部に閉じ込められ、外から見ることはできない。これが松傘である。 種子を中に含む構造という点では果実に類似するが、めしべの脂肪に由来する真の果実ではない。種子の成熟には2年かかるので、松の枝を観察すると、先端に、今年の梅花、1年枝の根元に昨年から成長した未熟な松かさ、さらに下には種子を放出した後の松かさがついているのが確認できることがある。種子を放出してしばらくすると、松かさは、 根本から外れて地上に落ちる。この時、松傘は大きく開いて、やや休憩に近くなる。一般に2 3葉松、ピーニュースア族の旧花は硬く卵型、五葉松、ストローボスア族のそれは柔らかく、カプセル型ですででも、容易に分解できる傾向がある。ただし、ダコンポプイネスア族のものは五葉でも卵型で、硬いものがあり、この葉の数では、 完全に分類できない。同じく松科のモミ属、アビエス、頭皮属、パイシア、カラマツ属、ラリックスや、ツガ属、ツガなど、あるいはコウヤマキ、コウヤマキ科などもよく似た松下さを作る。形や大きさは種によって様々である。それぞれその形態には特徴があり、それによって属や種の判断ができる。モミの場合、種子を放出するときに臨変が、 バラバラになるため、松笠の姿で地面に落ちることはない。赤松や黒松のように風による種子散布を行う種においては、種子が成熟すると、松笠を構成する臨片は反り返り、その隙間を外に広げる。風散布性の松の種子には、種子翼という羽状の付属物がついており、松笠から地上に落ちる間に風に乗って散らばる。 ハイマツや朝鮮御用のように動物による散布を行う種においては種子が成熟しても松傘が開くことはなく動物が種子を捕食する際に松傘ごと運ばれてこぼれることで散布を行う日本の鉱山帯に分布するハイマツの散布者としては星ガラスが重要である朝鮮御用はリスなどによる貯食に依存しているまた松傘は水につけると傘を閉じ 逆に乾燥すると開くというような生物学的メカニズムを持っている。そのような松ぼっくり自身のメカニズムを利用して山火事に依存した種子散布を行う種ある。アメリカ合衆国のヨセミテ国立公園などに生いているコントルタ松、ロッジ、ポールパインの松ぼっくりは火事になると列海と呼ばれる現象でその硬い松傘を開いて種を地面に撒き散らすという。 自然現象を発生させる。この地域のように山火事が多い地域では、それに適応した繁殖を行う植物も数多い。こぼれた種子は火事の後の焼け野原で発芽し、森林が再生する。逆に火事が起きないと、コントルマツの松かさは開かないとも言えるため、このヨセミテ国立公園では山火事も自然現象の質として捉え、火事が起きても火を消さない。 このような火災の熱で開く松笠は、晩星休暇、英語、セラタネスコーンなどと呼ばれ、松族の中でも、ピーニュースア族のオーストレイル、オーウカーピー、カントロテの各アセツに含まれる一部の種にられる。赤松や黒松などの松笠はその形が面白く、大きさも手頃で、よく保存されるので、子供のおもちゃなどによく用いられる。地には、工芸品などに加工されることもある。 水で濡らすと傘を閉じ、乾かすと再び開くという性質を生かし、傘が開いている状態では入らず、閉じていれば入るような大きさの口を持つ容器に入れることもある。また、松ヤニを含み、燃えやすい形状のため、天然の着火剤としても優秀である。キャンプ用品の中には、松傘1個から数個で、シエラカップ1個分のお湯を沸かす、キャンピングコンロも販売されている。 未成熟な状態のうちは、砂糖で煮つけて、バレニエにされたり、フランス料理のソースや酒の香り付けに使われるなど、食用になる。また、精油も取られる。旧暇植物門の植物の場合も、構造的には、松傘のようなものを作るが、外見が大いに異なるので、松傘と認識されがたい。騎士植物のハンノキなどのカバノキ科の植物や、 木馬丘の植物などもよく似た形になる。いずれも、外型で、多数の輪片が螺旋状に並んだものをつけ、その輪片が隙間を広げて、種子散布すると、その全体が固く乾燥して枯れ、落下する。その形は大抵は、松傘より小さいが、見た目はよく似たものである。しかし、これらは全く異なるものである。これらの場合、落下するのは、種子ではなく果実であり、 松笠状を構成する輪片は、花の基部の包みに由来する。従って、輪辺の間にあるのが花であって、松笠状のものは花女である。従って、大法子能をつける、胞子用に由来する輪片が、単一の軸状に配置する松笠とは似て、非なるものである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。